斜面いっぱいに咲きこぼれる藤の花。四万十市にある藤の名所高山寺には20種類400本以上の藤が植えられています。淡いピンク色が特徴の本紅藤や藤棚に美しくしだれ咲く薄紫色の野田長藤は例年より少し遅く今月上旬から咲き始め、今が見ごろのピークです。今日の県内の最低気温は梼原で 3.5 度、伊野町本川で 3.7 度など、山間部の一部では3月下旬から4月上旬並みの肌寒い朝となりました。訪れた人はじっくりと藤の花を眺めながら春の景色を楽しんでいました。高山寺の藤の花の見ごろは今月いっぱいです。